皆さんこんにちは。今日はですね、講道会剣道場という場所に来てます。ここは僕がですね、昔からお世話になってて修行させてもらっている場所でもあるんですけど、隣にはですね、座禅の道場、人間禅という道場も隣接してて、一緒に稽古できるようになってるんですね。僕も向こうの、座禅の方でも稽古させてもらってました。なぜ今日来てるかというとですね、ここでは剣道一刀流直進影流という流派を稽古してます。なので皆さんに今日はですね、一刀流というものと直進影流というものを、紹介していきたいなと思ってます。いくつかのエピソードに分けてやっていきたいと思ってますので、楽しんでいただけたらなと思っております。それでは行ってみましょう。はい、今日は稽古ありがとうございました。あ、いえいえ。一刀流の型を10本まで見させてもらったんですけど、はい、一刀流とは何なのか、1本目から3本目までが基本だと思うんですけど、はい、そこに対しての説明などしてもらえたらと思うんですけども、お願いします。はい、わかりました。一刀流の1本目は切り落とし、切り落としに始まり切り落としに終わると言われています。切り落としが分かれば、本当にできれば免許皆伝と言われている。だから深いんですよね。切り落としの特徴っていうのは、相手が切ってくる、相手が先に切ってくるのをこう受けたり避けたりしないんですよ。相手の剣陣に入ってくる、ずっと。それで相手は二つ、または相手の面の前で下ろしてそのままついてしまう。出歯って言うんです。相手の身に入ってない、そのままついてしまう。相手がもうこうなって振りかぶるところを二つに切る。だからこういう切り落としっていうのは迷いがあっちゃできないです。死にたくない、怖い、ああしたらいいんじゃないか、こうしたらいいんじゃないかとか、そういった迷いがあっちゃできないこと。だからその迷いをまず切り落とさなきゃいけない。自分自身の迷いですね。それを切り落として初めて切り落としができる。座禅では己を殺すって言ってます。己を殺しきって開けたところが悟り、それを見性と言ってる。だから見性とその切り落としっていうのは同じことですよね。2本目ですね。2本目は下段から相手を攻め上げて、それで相手がついてくるところをこう乗り突きって言ってます。乗り突き、これもですね、形は違いますけども切り落とし、精神は切り落としです。こういう切り落としができるためには、言葉を変えて言うと、呼吸が下がってないと、足元まで、まあ腹に呼吸下げろという言い方はよく言いますけども、もっとね下げて、足元まで下がってないとなかなかできないと思います。で、足元まで下がっていると下段っていうのは下から湧き上がるものがあるんですよ。だから下段っていうのは恐ろしい。で、相手は浮いてしまうんですね。
なんとかしなきゃいけないと思ってついてくるから、そうかってこうやってこちらが優勢になっちゃう。3本目は西岸に構えていて半歩引くんです。相手が切ってくる、こうこの西岸の攻めで相手がまた苦しくなって切ってくる、そこを半歩だけ下がる。これは逃げるんじゃないです。相手を飲み込む、相手に技を出させる。だから言葉を変えて言うと相手を立てると言ってもいいです。相撲で言うと相手に相撲を取らせる、相撲を取らせておいて勝つ。だから横綱相撲のようなもんですよね。これでもそうですけども、これでこうやって下がる時でも出る時でもこういう判断というのはやっぱり切り落としができてないとできないですよね。かかとまで呼吸が降りてないとできないこと。だからかかとまで降りてるから冷静に相手が見える、見えるからできる。こっちもしかもゆとりですよね、柔らかく、そういうことですね。